はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の刺繍シリーズの第17弾をお送りします。で、今回はこの9問やっていきますので、まずここで動画を止めていただいて1回チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、わかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。で、今回9番が作図が入ってます。で、作図なんですが、書き方を確認してもらえればいいので、真横の線、まあ、ちょっと指置くのね、真横の線書いてもらって、右上に A、 左上に B と、まあ、同じような図を書いてやってもらえたらと思います。若干 B の方が直線 L に近い方が、まあ、同じような書き方ができるんで分かりやすいと思うんで、まあ、こんな感じでやってみてください。では早速ね、説明していきますんで、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ、ほっ、あ、いい感じかな、よっしゃ。で、いつも通り、問題文っていうか、このね、写真がツイッターにも上がってますので、使うようだったらぜひね、見てみてください。あ、で、参考教育ですけど、まあ、自分が解いたらね、2分23秒だったので、まあ、参考になんかなればね、嬉しいです。じゃあ1番からいきましょう。では、よくありがちな、もう引っ掛けといえば、引っ掛けというかあれですけど、引き算と掛け算が入っているので、掛け算を先に計算してねっていう問題です。で、これは多分タイプが分かれるんですけど、 2×-5 を計算する方と、自分と同じように -2×-5 を先に計算する方に分かれると思います。これはどちらでも構わないです。答えは一致するので。で、自分はマイナスまで入れてしまうので、-2×-5 をすると、+10ですね。で、6+10なので、答えが16となります。で、次は、俺が苦手な、まあ、よくミスる分数ですね。で、これ下が3と9なので、9に通分します。で、左側3倍してるから、上の分子も3倍して3。で、右側はね、変える必要がないので、このまんまいきます。で、分母が揃ったので、答えも分母は9。で、上の3-4、あ、ごめんなさい、3-7をすると、-4になります。だから、-4、つまり、-9/4が答えと。これで、OK です。もう、こんなミスしねえよって思うかもしれないんですけど、まあ、自分が、俺がね、分数苦手なの分かってるので、今回も2回やりました。自分のね、引っかかりやすいところを知っておくことはすごく大事なことなので、2回やるってわけじゃないからね、ないんだけど、まあ気をつけてやってください。で、次が、計算ですね。括弧の前に2があります。だから2をこことここに配る。掛け算でね。だから、まず 2A。こっちに配ると、掛け算なんで 6B です。で、今度、マイナス1なんですけど、これをこっちとこっちに配ると、-A、そして、+4B。で、この後、同じ文字同士、計算することができるので、2A と -A で、A、6B と+4B で、+10B。これで終了となります。で、次、ルートですね。で、まず、ルート8が、ほにゃららルートほにゃららに直せるので、そこから行きましょう。8は 4×2 です。で、4っていうのが2の2乗なので、2が出てくる。つまり、ルート8は、2ルートに直ります。で、次、右側。分母、分数の下にルートがあるときは、有理化をします。で、ちょっと書けないので、こっちに書きますね。有理化っていうのは、伸ばして、かけるかけるを書く。で、このルート2っていうのを、こことここにかけてあげます。これが有理化のやり方ね。で、ルート2かけるルート2。ルートっていうのは、同じものをかけるとルートが外れます。つまり、これ2になる。そうすると、この6とこの2が約分ができます。間違っても、こことここ約分しちゃダメです。これは、ルートの中とルートの外の世界は約分ができないので、外と外で約分。つまり、ここ3になるから、こいつ、有理化すると、3ルート2に変わるんです。こういう風に有理化やってください。今日もや消しちゃうね。よいしょ。
で、ルート2とルート2、ルートが2つ揃ってるので足し算することができます。外の2プラス3をすると5ルート2、これで終了です。で、次が因数分解、まあ、二次方程式解いていくので因数分解しましょう。で、これまあ公式使ってやっていくと、かけてマイナス15、足してプラス2になる数字のコンビを探したい。で、15っていうのはまあ5、3、15ですよね。だから5と3を使うと。まあもちろん15と1っていう場合もあるんですけど。で、足してプラス2にしたいので、プラス5とマイナス3となります。そしたらかけて、マイナス15だし、足してプラス2になるんでね。で、ちょっと下いけるかな。こっちに通過。で、こっから答えが、x イコール、プラス5の符号を変えたマイナス5と、マイナス3の符号を変えた3。まあ、プラスは書かないんでね。これが答えです。で、このタイプの問題よく出てくるので、まあ、また、この説明するとまたしてるよって思うかもしれないんですけど、一応ね、これ、なんで、ここね、よいしょ。この符号を変えたもの、そのまま答えになるかっていうと、このカッコの間には掛け算が隠れてます。で、あるものとあるものを掛けてゼロにしたいんですよ。それって、ここがゼロになるか、ここがゼロにならないとダメなんですよ。どっちかがゼロになれば、ゼロをかければゼロになるからね。つまり、こっち。x プラス5がゼロになる。これを解けば、x はマイナス5ですよね。このプラス5、右に持ってくるだけなんで。で、こっちも同じようにやれば、こうなる。つまり、マイナス5と3が答えになるよっていう。で、これはよく、俺がね、話をしますけど、これは絶対に頭に入れといてください。ただ単に機械的に、この数字、符号、変えりゃ一緒。って覚えちゃうと、受験の時によくこういう引っかけが出てきます。ここがこうなってる。片方に X に数字がくっつくの。で、こうすると、OK、マイナス5と3って書くと×を食らいます。なぜなら、ここまで、これね、2x プラス5が0になんなきゃいけないんですよ。さっきと同じように考えると。そうすると2がつきますよね。ここも2がつきますよね。だから最後2で割んなきゃなんで、マイナス2分の5になるんですよ。この場合は。答え変わりますよね。なので、こうやって数字を出すっていう、機械的に覚えることももちろんね、時間短縮になるんで大事なんですけど、なんでそれができるかっていうと、こういう考え方があるんだよっていうことは、頭にぜひね、入れておいてください。で、ちょっとこういうとこ喋るからね、動画が長くなっちゃって申し訳ないんですけど。よいしょ、なんか外ですげえな、工事やってんな。ごめん、音拾ったらごめんね。なんかウィーンって言ってるんですけど、チェーンソーみたいな音が鳴ってる。で、次、確率です。赤、白、青の棒が各一本ずつ箱に入ってて、一個取り出して、大事なのはここです。色を確認、まあ、これやろうか。赤、確認します。そしたら、これ、戻します、箱に。これ大事。戻してる。で、それを2回やった時に、2つとも赤、もしくは2つとも白になる確率どうかっていう。で、確率っていうのはもう樹形図を書く。これが大事です。で、今回まず樹形図書いていくんですが、どうしよっかな。アルファベット使ってもいいんですけど、じゃあ赤は、あ、白はし、青はおにしましょうか。これなんでこんなことするかっていうと、今から樹形図書くときにね、じゃあ1回目青取り出します。こう書く。で、こうやって枝出すんですけど、あ、左側自分丸つけるの癖なんで気にしないでくださいね。ここ全然丸つけちゃうんで俺が。で、赤を取り出しました。さっきも言ったように、取り出したのを戻してるんで、また赤取れるからね。だから、赤赤があります。これが大事。で、あと赤白と赤青ですね。なんでひらがなで書いたかっていうと、これ漢字で書くとめんどくさいんですよ。そう。ちっちゃなことなんですよ。ちっちゃなことなんですけど、この時間短縮って大事です。めんどくさいことしない方がいいんでね。で、次、白です。取るときも、白、赤。白、白もありだね。で、白、青。で、青を取るときも、青、赤、青、白、青、青とこうなります。ちょっと消しちゃおうか。
で、樹形図完成して、全部数えたら、1,2,3,4,5,6,7,8,9。全部で9段で、それが分母です。9分の。あとは、両方、赤になるときと、両方白になるとき、確認すると、赤赤なんで、ここ。白白のここ。これしかないですね。なので、9分の2。で、約分確認するけど、約分今回ないので、これが答えになります。で、7番。相似な2つの立体 PQ があって、表面積比がこの4対9です。で体積 P の方が8立方センチメートルの時に9を出しなさいっていう。で、これは、ま、表面積比。まあ、表がついてますけど、ちょっとカッコつけようか。まあ、面積比です、つまり。で、面積比が分かってれば、そっから、今回使わないですけどね、相似比も分かるし、体積比も求めることができます。いいかな？で、この4と9って数字を見たときに、ちょっとピンときてほしいんですけど、これ、4がね、2の2乗なんですよ。で、9が3の2乗になってます。面積比は基本的に2乗2乗になってます。受験時でも。なってる。で、相似比っていうのが、もともとこの2乗を取った2対3なんです。よく出てくる、まあ、学校とかで勉強するときは、相似比が先に分かってるの。その立体の2対3って。じゃあ、面積比、まあ、表面積比でもいいですけど、和って聞かれたときは、2乗をした、4対9になるよって決まってる。で、体積比はって言われたら、これの3乗したもの。2の3乗対3の3乗。つまり、8対27ってことがわかるんです。つまり、相似な立体だったら、1箇所どれか分かってれば全部わかるはずなん、こうやって。で、今回、P の方が8なんですよね。で、P と Q をこうやって比べたときに、まあ、先書いちゃおうか。体積比は8対27って分かってます。イコール。で、P が8でしょ。で、Q 分かんないから X って置くと、あとこれ解くだけ。で、中中外外かけても構わないんですけど、これも827だったら827ですよね。つまり、答えは27。で、体積なんで、立方センチメートルと、これで終了になります。で、ちょっと右行きますね、8番。で、今回この8番が解き方が俺ね、正しくない気がします。今から紹介しますけど、なんか違うやり方がある気がするんですが、まあ参考程度に聞いてみてください。で、関数の問題はいつも言うように、問題文に載ってる情報を書き込みます、こっちに。つまり、まず y イコール ax2 乗でしょ？ここね。こんな感じで書き込んでいく。で、A の X 座標がマイナス1、ここか。マイナス1。で、こっちも後で埋めましょうか。で、B が、1の0。あ、これ右がちょっと怪しくなる。はい。あ、ギリ入ってないね。ちょっと待って。上書くか。1の0ね。B ね。でもって、直線 AB の切片が2。これ AB 直線ね。切片ってここです。Y 座標とぶつかって、Y 軸とぶつかってるとこなんで、そこが2になると。の時に A 求めなさいと。でね、よく言いますけど、こう A とかがさ、片方の座標が抜けてるじゃないですか。で、A はこの Y イコール AX2 乗の上に乗ってるので、この X がマイナス1って代入しちゃっていいんですよ、ここに。上に乗ってるからさ。つまり、まあ、X しか分かってないんで、X-1 っていうのをここに代入すると、Y イコール A になりますよね。マイナス1に2乗しても1になるから、A かける1で A しか残らないと。で、Y が A って何言ってるかっていうと、Y 座標が A だよって言ってるの、今。いいかな？で、このやり方がっていう話をしたのは、ここから直線の式出したりして、こう、なんかイコールとかでやるのかもしれないんですけど、自分が思ったのはね、ここの三角形がありますよね、ここ。と、ちょっとここに、真横に線引いて、こうやって三角形作るじゃないですか。こうやって。この二つの三角形、合同じゃないって、俺の図ちょっとおかしくなってないですけど、合同じゃないって思ったんです。なぜかっていうと、
ここ右に1ですよね。これ1、ここで、こっちもマイナス1って座標だから、ここ絶対同じじゃないですか。マイナス長さは1、1でしょ。で、これ平行な線、これね、真横なんで平行な線引いてるから、ここ同位角で同じでしょっていう、同位角ね。で、ここも真横、あと真下と真横で引いてるから、当然90度になって、ここも90度だから、一組の辺と両端の角同じなんで合同なんですよ。で、何が言いたいかっていうと、こっから1、ちょっとこれをスタート地点にすると、1行って2上がってるわけでしょ。交座標1と2だからさ。ってことは、1行って2上がるじゃん。合同に気づく前に思ったことね。結局合同説明するために合同今ちゃんと話したけど、そう、図形的に1行って2上がる、1行って2上がるで良くないっていう。で、結局合同がちゃんと言えてるから、それで OK なんですよ。で、何が言いたいかっていうと、1行って2上がるってことは、2から2上がってるから4ですよね。つまり、ここ4なんですよ。だから、A イコール4なんです。っていう風に、はい、やりました。こっちのやり方じゃね？こっちの方が良くね？ってやったらコメント欄でお願いします。申し訳ないんですけど、まあ、参考にしてみてください。で、最後は久々に作図ですね。で、作図は自分ホワイトボード用の定規、ちゃんとした定規とか、コンパスを持ってないので、フリーハンドで書きます。書き方だけ確認してください。定規の後は赤、コンパスの後は青で書きます。で、今回のポイント、まあ、これすごく有名な作図問題なんですけど、これです。AB、まあ、2つの点から等しい距離にあるもの。で、それを何使うかって、ここがピンとくれば勝ちです。で、何かっていうと、これちょっと下が多分ね、ギリギリなんで、ちょっと待ってね。垂直、二等分線。これを書けばいいんです。これが、二つの点から等しい距離って言われた時は、これを書く。で、中学校1年生の作図が苦手な方は、ぜひね、中1の方で撮ってるんで見てほしいんですが、中学校で習う作図っていうのは、主に3つしかないです。大きく分けると。それが垂直二等分線。で、角の二等分線。そして垂線です。いいかな？垂線。で、その中のどれ使うかって話で、二点からって言われたらこれになる。で、今回、この AB、この垂直二等分線を書きます。で、最初のこの直線必要ないんですけど、作図が苦手な方とか自分も書くので実際。ここね、定規でまず結びます。AB をこうやって。で、その AB の垂直二等分線を書きます。AB 引かなくてもいいからね。引かなくても全然丸です。で、コンパスを適当にちょっと大きめに開いてください。そして、開いたらここに刺してシュッて回します。こんな感じで。で、同じくその開いたものを変えずに、こっちに刺しても、シュッてやってください。で、ここの交点2つができるから、これを結ぶんです。これが垂直二等分線。この今引いたこの直線っていうのは、どこでも A から B、A と B から同じ距離にあります。必ず。ここだろうが、ここだろうが、これどこでもなる。いい？で、それってもともと L 上にあるって、P がね。ごめん、L 書き忘れてたけど、ごめんよ。これ L ね。L 上にあるって言ってるから、さっき書いた垂直二等分線と L がぶつかったところ、これが答えです。で、 P ってちゃんと書きます。これは受験の時に点 P 書きなさい、点 Q 書きなさい、 M を書きなさいって言われたら、ちゃんとアルファベットも書いてください、最後はね。で、これで終了です。ちょっとごめんね、フリーハンドでちょっと申し訳ないんですが、書き方確認してもらえたらと思います。では、今回は高校受験対策の詩書シリーズの第17弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。では、引き続きこの詩書だったりとか、他の受験対策の単元も取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。